マリー・ベルに扮したベッツィ・ジョーンズ・モア・ランド XK150 に扮したエドワード・ウェインことロバート・タウン、呪われた海の怪物とは、1961年公開のアメリカ合衆国のコメディホラー映画。ロジャー・コーマンが監督、チャールズ・ B ・グリフィスが脚本を手掛けた本作は、スパイ映画、ギャング映画、および、オー・アマゾンの反魚人といったモンスター映画のパロディである。日本では、 劇場未公開で、ホラームービー誌では、呪われた海から現れた怪物という題名で紹介されていた。2007年、有限会社フォワードから、呪われた海の怪物のタイトルで、DVD がリリースされた。アメリカの秘密諜報員 XK150 は、キューバ革命時のキューバに潜入する。キューバ政府軍のトスターダ将軍は、反革命の資金となる財宝を持って、 国外脱出を企てていたところ、アメリカ人ヤングのレンゾから協力を申し出される。XK150 は、スパークスモーランという偽名を使って、レンゾの一味に加わる。一味には、レンゾの上フマリーベル、その弟ハッピー・ジャック、動物の鳴き声が得意なピート・パターソン・ジュニアがいた。将軍と部下たちは、レンゾのヨットに乗って船でする。レンゾを、 財宝の横取りを計画し、呪われた海の怪物の伝説をでっち上げ、トイレのプランジャーで足跡を絶造、キューバ兵を殺害する。さらに、わざと船を座礁させる。財宝は、船から脱出する途中、海に沈める。島に漂着して、島の女たちと一段落した後、スキューバダイビングで財宝を回収しようとする。そこへ、でっち上げのはずだった。 呪われた海の怪物が本当に姿を現し、欲に目がくらんだ人間たちは、ケムクジャラで目玉の飛び出た海の怪物によって次々と殺される。ロジャー・コーマンは、プエルトリコで映画を含む何かを製造すれば、税制上の優遇措置が得られることを知っており、リトルショップ・オブ・ホラーズを完成させた後の1959年、彼は少数のスタッフキャストを引き連れて、 プエルトリコに行き、監督作、地球最後の女、イ・アムウーマン・オブ・レジェンドと、第二次世界大戦もののプロデュース作、バトル・オブ・ブラッド・アイランドの撮影を実施した。地球最後の女の未使用素材があったので、コーマンはもう一本映画を撮ることにした。脚本家チャールズ・ B ・グリフィスに、ネイキッド・パラダイスと、ビースト・フロム・ホーンテッド・ケーブを舞台を変えて書き直す。 よ、要国際電話で指示した。グリフィスに与えられた日数は、たった3日しかなく、無茶な要求に呆れたグリフィスは、お返しとしてコーマンが演じるつもりでいたハッピー、ジャック・モナハンをヒステリックに笑ったとか思ったら、直後に赤子のように泣きじゃくるキャラにした。脚本を読んだコーマンは、ハッピー・ジャックが実質的な主役になっていたと感じ、俳優に演じさせることを考え、ハッピー、 ジャック役にロバート・ビーンを起用した。ビーンは怪物も演じている。グリフィスには脚本料1500ドルが支払われた。撮影日数は5日。地元の人々がエキストラとして出演。ギャラは1時間1ドルと言われる。コーマンは10回する。長ゼリフの場面にもっと動きをつけようとした。ジャックの脚本にはどうしていいかわからないシーンがあって、悩まされた。 林の林のシーンで3人のアメリカ人にココナッツでタッチフットボールをさせた何かさせないと動きが一つもなかったんだ。レンゾが自動拳銃を組み立てるシーンでは本物の拳銃を使ったがレンゾ役のアントニー・カーボーンはそれを壊してしまった。撮影は無事終了した。しかしコーマンはもっと笑えるものにしたくてふざけたナレーションを入れることにした。 テニスボールとピンポン玉の目を持つ怪物、パターソン・ジュニア役のビーチ・ディッカーソンによれば、怪物は、ウェットスーツ、コケ、たくさんのブリロ、目玉には、テニスボール、同行にピンポン玉、爪は、パイプ掃除具で作られたという。また、ヌルヌルに見せるために黒い油布が被せられた。カーボーンは、それを見て吹き出さないよう必死だったと語る。コーマンは、観客が怪物を見ないように、 怪物の一認証視点で撮ろうとしていたとも言う。少なくとも、それで、どうにか恐怖っぽくはなったろう。怪物を見たら笑わずにはいられないからね。笑いが悪いとは言わないけど、怪物そのものを笑うんじゃなく、アクションで笑わせるべきだ。例えば、怪物に殺される人間が目の玉をひんむくとか、子供みたいに指しゃぶりするとか、ちょっとしたユーモラスな仕草でおかしくしないと。そうすれば、 裏事情を悟られず、コメディとして見せることができる。少なくとも、このやり方でそうなったと思ってる。コーマンがどう思ってるかはわからないが、カーボーンはこの映画が、とてもハニーで、作ってて楽しかったという。撮影隊が出国する際、ギャラの支払いが済むまで、撮影監督がコーマンからフィルムを隠していた。ヒロイン役のベッツィ・ジョーンズ・モアランドは、この映画の唯一の問題は、 ロジャーがこれまでやってきたことすべてが物笑いの種になったこと。タイもない笑い話に。それが突然、どこかの段階で笑い事じゃなくなって深刻な問題になったの。誰もこんな物見ないだろうと思ってたのね。最初のうちはシャルタ、パロディで楽屋落ちだと思ってたから恥ずかしくなかった。でもそうじゃなくなって予想が外れて馬鹿にされだしたので耳を塞ぎたかった作曲は フレッドカッツだが、曲はもともと、地のバケツのために書かれたものである。ロジャー・コーマン、ザ・ベスト・オブ・ザ・チープ・アクツの著者マーク・トーマス・マギーによると、コーマンから音楽を依頼されるたびに、同じ楽譜を新曲に見せかけて売ったのだという。呪われた海の怪物の公開は1961年まで待たねばならなかった。キャンペーンでは、コメディとしてではなく、普通のスリラーとして宣伝した。 ポスターには、語られざるナンパ船の海の秘密とは何か、という問いかけと、秘密を明かすなかれという観客への注意が書かれている。多くの観客が、この宣伝に騙され、興行は失敗した。1963年3月、コーマンは出演者をサンタモニカに再招集し、追加撮影を行った。テレビ放映のためで、監督は、モンテ、ヘルマン、サシは74分に伸びた。 映画には、主題歌が必要というヘルマンの判断で、ベッツィ・ジョーンズ・モアランドが歌った。さらにヘルマンは、魔の谷、スキー、トループアタック、地球最後の女のテレビ版も撮った。ヘルマンは、楽しかったよ。プロデューサー、脚本家、監督を任されて、スタッフを完全に掌握できたし、お金も使いたいように使えたからね。素晴らしい。プラス、行かれてた。 サタデーナイトフィーバーみたいだった2008年には、レジェンドフィルムズから着色版がリリースされた。アマゾンプライムビデオで見ることができる。ありがとうございます。